YouTube がこれからも発展していくのであれば、YouTube 評論家といった職業も出てくるかもしれませんね。YouTube の、動画の紹介や評価評論に特化したサイトというのも面白いかもしれません。本日の面白動画みたいなコーナーがあってもいいかもしれませんね。面白いと思った方は挑戦してみてはいかがでしょうか。